ピコデガヨピコデガヨ、またはピコデガロ、ピコデガジョはメキシコ料理においてトマト、玉ねぎ、および唐辛子で作る新鮮な調味料である。レモン、またはライムの果汁、新鮮なシラントロ、アボカド、キュウリ、20日大根、エビといった材料が加えられることもある。メキシコの一部ではライム果汁を混ぜ合わせ、塩と唐辛子粉を振りかけたフルーツサラダもまたピコデガヨと呼ばれる。トマトベースの調味料はサルサピカーダ、またはサルサメヒカーナとも呼ばれる。これは赤、白、緑がメキシコ国旗の色であるためである。サルサクルダとも呼ばれる。ピコデガヨはメキシコのサルサやインドのチャツネと同じように使用できるが、水分が少ないため、タコスやファヒータの主材料としても使用される。オンドリのくちばしの由来は、唐辛子のくちばしに似た形と赤い色からとの説がある。他には、唐辛子の辛さを舌がオンドリにつつかれたように感じるとの説がある。また、アメリカのフードライターであるシャロン・テイラー・ハーブストは、親指と人差し指でつまんで食べるモドライの食べ方が、オンドリがつつく動作と似ているためであるからと述べている。他の有力な語源は、ピコは1細切り、みじん切り、2噛む、刺すを意味する動詞、ピーカーから派生との説である。オンドリはメキシコで一般に、マッチョな男性の暗喩である。マッチョな男性は、唐辛子の辛さに耐えることに誇りを持つ。しかしこれらの説の問題は、辛い唐辛子の使用を仮定していることである。メキシコの多くの地域で、ピコデガヨは甘い果物、トマト、トマティーを甘唐辛子で作る、サラダ、調味料、具の様々な種類を意味する。辛い唐辛子は必要でなく、唐辛子が入らない場合もある。このため、この名前は鳥が食べやすいようなソースの外観を暗喩するとの説がある。ありがとうございます。